はい、ということで天狗ですけども、ポケモンシールドをやっていきたいと思います。今回もですね、ワザップの裏技検証していくんですけど、今回の裏技はキュレムをねゲットする方法ということで、はい、やっていきたいと思います。まあ、ゲットするっていうか、マックスレイドか、マックスレイドがあるというね情報をゲットしたのでやっていきたいと思います。ではね、やっていきましょう。手順1なんですけど、ワイルドエリアの巣穴に願いの塊を使うとありますね。まあこれ指定はないのでどこでもいいと思うんで、あえて今回ねメタモンの巣穴にしましょうか。ここね、ここの巣穴ですね、こちらに行きましょう。そしてインターネットに繋がっていない状態で1の巣穴を調べて、みんなで挑戦を選ぶと書いてありますんで、まあ簡単に言うとローカルですね。だから今ローカルになってるんで、この状態で巣穴をね調べましょう。で、願いの塊使うんで、はい、使いますと。で、レポートはまあしてもいいというか、しなきゃできないんでしましょう。はい、OK、これでいいですね。そしたら願いの塊を、投げたら、みんなで挑戦か。みんなで挑戦にする。え？何これ？え、何？あ、ジグザグマか。しかも星5だし。まあいいや。で、みんなで挑戦を選ぶ。はい、選びました。OK。で、これで。で、この状態にしたら、参加者を待っている状態で、ホームボタンを押すと書いてありますんで、押します。そして、設定から日付を168日進めるとね書いてありますね。これよくわかんないんですけど、まあ書いてありますんでやっていきましょうか。はい、こちらですね。で、これあんまりね、やるとペナルティとかあったりするんで、皆さんはあんまりやんない方がいいですね。で、撮影日が2020年の2月の11日なんですけど、168日後は7月の28日ですね、もう夏休みですね、にまあ設定しますと。はい、行きましょう。まあ、時刻はこれでいいのかな、おそらく。時刻はいじりません。で、これで、設定変えたので、プレイにすると。はい。そしてですね、次ですね。わざと、あ、次、ちょ、待って。で、抜けんのか、抜けますと。設定したら抜けると。そして、もう一度巣穴を調べると。はい、わかりました。調べましょう。一人で挑戦を選んで、わざと負ける。わざと負けんのか。あ！変わってないか？変わってるんだけど。あ、変わるんだ、これ日付変わると。マジで？え？そうなんだ、知らなかった。まあいいや。で、次一人で挑戦を選択すると。で、ここで負けるそうですね。負けるそうです。なので、まあ、そうですね。仲間を攻撃すると負けやすいと書いてありますんで、まあ負ければ何でもいいんですけど。やれユータンじゃん。やれユータンいるんだ。あ、まあいるよね。あ、あんま見ないから。え、マジか。え、なんか、いや、知らなかったわ。やれユータン出てくるんだ。へぇー。これ合法だよね。出てくるよね、ちゃんと。あれ？なんだこの、え？めっちゃ弱えじゃん。で、次のね、手順なんですけど、巣の外に飛ばされたというね、表示が出た瞬間に、カセット。まあ、カセットっていうか、まあ、ソフトを抜くと書いてありますね。これちょっと危ないよな。やりたくねえんだけど。やりたくねえけど、まあ、いや、やるしかないんで、やりますよ。僕は検証のためにやりますけど、いや、正直やりたくないですね。ちょ、大変だな、これ。待って、今ね、準備してるんですけど、もう限界なんで、次死んだらいけますね。いけますんで、ちょっと、しかし、うまく決まらなかった。いや、てか、やれユータン、強え！何この強さ。やば！ちょ、大変だな、これ。待って、今ね、もうね、スイッチに手をかけてますから、これちょっと、いやもういいから、ダイマックスパワーたまんな。もうで、これはもう、コイキングをぶち殺すことに専念してますね、俺は。あー！行くぞ！ここか！よし！いやー、やだなー、これ。そしたら、抜いたら、本体の電源を切ると書いてありますんで、まあ、これ OK してもいいのかな、とりあえず。OK して、で、本体の電源を切ると書いてありますんで、一回切りますと。はい、切りました、今。切りましたね。で、電源を切り、もう一度ポケモンを起動すると書いてありますんで、電源を入れる、ソフトも入れる。
よいしょ。ソフトも入れました。今入れましたね。はい。入れまして、で、起動します。こちらで起動しますと。そしたら、ワイルドエリアの巣穴に行くと、キューレムがね、出てくるということで。データは大丈夫だよな。消えてたりしないよな、そもそも。そもそも大丈夫だよな。そこからだぞ、まず。怖いぞ、俺は。あ、もうフレンド申請めっちゃ来てるんですけど。大丈夫か。大丈夫だね。あ、大丈夫だ。怖えー。さあ、じゃあ行きますよ。ここでいいのかな、穴は多分。行きますよ。行きます。キュレム出てこねえじゃねえか。出てこねえじゃねえか、お前。出てこねえじゃねえか、お前。出てこねえじゃねえか、お前。全然違えじゃねえか。なんだこれ、お前。これ絶対違えだろ、これ。ちょ、見てみるか、これ。ポケモン変えて見てみるか、これ。一人で挑戦するわ、もう。出てこねえよ、まったく。なんだこれ。ちょっと、いい加減にしろ、これ。何のポケモンだよ、これ。これ何？いや、もう、お前かよ、しかも。お前か、お前。欲張りすじゃねえか、まったく。いい加減にしろ。いらないし、嘘じゃねえか、結局よ。なんだよ、これ。おーい、またお前な、こんなことやってると嘘つき YouTuber とか俺が言われるんだぞ。違いますからね、これ本当にこういう風な記事があるんですよ。あったから、やっただけで、また嘘つきとか言われるぞ、これ。もう、ほんと、カエル天狗と誰々は嘘つき YouTuber とか言われるんだから、これ。いやいやいや、まあね。いやでもね、なんか他のそう YouTuber もこれやってたんですけど、なんかね、手順がね、ちょっと違ったんですよ。だからね、まあやってみたんですけど、そう、最新版って言った方がいいのかな、つまりこれは。うん。なんでね、やったんですけど、まあやっぱ出ないものは出ないですね。まあそうですよね。そんな、人生甘くないですよね。よし、倒した。まあいいや、じゃあ捕まえといてやるか。そうだな、何ボールがいいかな。まあリピートボールでいいか、捕まえといてやるわ。でも初めてかもしんないな、欲張りすのレイドは。実際行くの俺あんまり行かないんでね、まあ、捕まえといてやるけど、お前はキュレムではないからな、言っとくけど。もう似てもいないわ、何にも似てないからな、マジで。もう本当にね、あんな可愛かったね、星ガリスがね、なんでこうなっちゃうのかっていうところですよね。みんなびっくりしたと思いますよ。えーってなると思う、多分。なんだこいつはって。多分なりましたけどね。はい。まあいいでしょう。飴はゲットできるんで、まあいいでしょう。いや、よくないけどね。はい。ということで、まあ残念ながら今回もちょっとね、まあもう、ガセでしたね。いや、俺もガセしか出してねえじゃん、俺。いや、ワザップネタ。いや、もうほんとね、頼むから一個ぐらいはね、本当のね、ネタを出したいですよ、私は。はい。ということで、今回はこんな感じでした。よければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。あとですね、公式 LINE 始めたので、概要欄のリンクからか、画面の QR コードからも追加できますんで、よろしくお願いします。まあ、こんな裏技やってくださいとかね、そういうね、メッセージがありましたら、ぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。さよなら。